眠いよ。ということでですね、本日は悪の娘通し稽古をやってきました。そう、本日初めて通してやったんですけど、今日初めてやるシーンとかもあったりとか、そう、他のシーンは今回稽古段階中であんま見ることができなかったので、そう、初めて見るシーンとかばっかりだったんですけど、そう、めっちゃ面白かった。そう、泣いたし、あの見てる時にね、泣いて、でもめっちゃおもろくてめっちゃ笑って、そう、楽しかった。うん、すごーいってなった。なんか、うん、面白かった、めっちゃ。なんかね、面白いと悲しいが、悲しいというか切ないがありすぎて、なんか、うん、すごい。なんか見ててめっちゃ面白かった。うん、楽しみにしててほしいです、見に来てくださる方。で、明日もね、ちょっと日早めなので、朝20分ぐらいになったら終わろうと思うんですけど、そう、終わろうと思うんですけどね、その前にね、見て、新しくもらったの、これ。昨日行ったらレッスン場増えた。1234567、7つすごくない？事務所からもらったやつでね、3つあったのよ。西事務所からもらった分で、でこれ昨日もらった分増えました。全タイプいただきました。それからこっちもね、なんか1枚入ってなかったんけどさ、2枚入ってたからさ、生写真が。劇場版や、これが劇場版ってやつ？そう、これか。じゃあこの全員が写ってるやつ以外は、とかタイプ C、タイプ C、タイプ B、タイプ B、タイプ A、タイプ A だから、はい、これは入ってるってことかな。じゃあ開封どうかします。20分までやけど。
でも台風じゃじゃん。ということでここに6枚の CD があるでしょう。黄色入ってないの。え、どれ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 。これが劇場版で、あ、なるほどなるほど。あ、じゃあ3枚だ。生写真、あ、シリアルナンバー、これ生写真、あ、じゃあこれはないんだ。じゃあこの3枚だ。この3枚のランダム写真のやつだけ生写真が入ってんねや。じゃあこちら3枚開けていきたいと思います。この間のやつで出たのはリンリンとサトちゃんが出たの。さあ、じゃあまず1枚目からいきたいと思います。みんなももう開けた？開封した？キーン。さあ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 、まず1枚目誰が来るでしょうか。いやー、ちょっと次まず1枚目の生写真、もう分かるか、このシルエットで分かりそうなんと大西、今回1枚目がてれんイエーイ、地引きしたんやけど。やったね。まあこれが大西の運の強さってやつ。奈々さん引いちゃった、羨ましい。やったー、かわいい。髪の毛ピンク似合ってるよね、かわいい。やったねー。やっぱこれが愛ってものよね。愛ってものなんだよ、推しを引くっていうね。素晴らしい。でも今んとここのさ、ジャケ写のやつしか当たってないね、お主ね、ジャケ写のやつばっかり。 MV のやつとかも欲しいけどね。じゃあ2枚目いきまーす。ててててててて、さあさあさあ、ワクワクするよね。あ、ジャケ写のやつしかないの今回。あ、そうなの、なんで MV のやつはないの。あれでもトレードしてるツイート見たけど、
キャラにでお買い求めください。買う場所によって違うってこと？そうなの？そうなの？へえ。MV の底辺でいい。おお、綺麗どころが出たよ。綺麗どころが出たよ。ちなみに今のとこ一枚もかぶってない。かわいい。あ、よく見たらさ、いちごかぶってるメンバーと、かぶってるじゃない、かじってるメンバーとさ、かじってないメンバーがいいんだよな。これナナさんとサトちゃんはいちごかじってるけど、リンリンはこれ多分形がいびつないちごなだけな気がする。私が次引いたもいちごかじってます。さあ問題タイムです。じゃあらん、このメンバーは誰でしょう。このうっすら透けているので当ててみて。髪は長そうですね。髪の毛はね長い、ほら髪の毛は長いんですよ。ほらほらほら、髪は長くてストライプの服を着ているね。あ、もう結構顔透けたんじゃ。あ、ほら、正解はエリーちゃんでした。どーん、かわいい、綺麗どころ、いやみんな綺麗やねんけどさ、かわいい。エリーちゃんとねもっと仲良くなりたいのよ。そう、この選抜決まってからちょっとずつお話しするようになってんけど、そう、もっと仲良くなりたい。昔一回ね劇場公演出た時にねちょっと喋ったことあってんけどさ、そうそう、それこそ大西もエリーちゃんも朝配信してた時で、多分その公演がミネルヴァや風を起こす公演で、そう、朝配信一緒にやってるよなみたいな、仲間やみたいな話をそうしててな。あれ、ご本人かな、富山大輔さんって名前の方がいる。え、タイムリーすぎん、今ミネルヴァの話してるのにし、本人、本人、本物、ほんまにすごない。おはようございます。え、すごっ、こんなタイムリーでミネルヴァの話出るもんの。お元気ですか。え、めっちゃ久しぶりな気する、お西。富山さん。おはようございます。すごい、奇跡や。富山さんにね、大西
ギターの弦張り替えてもらうってめちゃめちゃ前に約束してたんだけど、まだ張り替えてもらってね。張り替えてもらってない。北山さん、ギターの弦張り替えてください。あとついでにギター教えてください。そう、なんか富山さん、もしね、富山さんがきっかけでねギター買ったのよ。あ、今度張り替えますよって言った。そう、なんかもともと西ベースやりたいみたいな言ってて、そう、なんか楽器始めたいってなって、でベースやりたいんですよねって言ったら、ギターなら教えれるよって言ってくださったから、あ、じゃあギター買ってみようかなと思って、そう、ギター買ったんですけど、そっから一回も多分お会いしてないんですよね。そう、もう1年ぐらい前の話な気するけど、1年以上前か。今度教えていただこう。やった。すごい、こんなところでお願いができてよかった。じゃあそんなこんなでラスト1枚開けたいと思います。あ、なんか変な変な、なんか最後変な開き方した。そうね、ギター難しいよね、分からへんのよ。じゃあラスト1枚開けたいと思います。では待って、じゃあ予想しよう、誰が出るか。誰が出るかな、この中の誰か。大西はゆいはんさんが出る気がする。なんかゆいはんさんかなるちゃんかおめぐかれいちゃん、なんかここのゾーンが出そうな気がする。この辺出そうじゃない、どう、多いか。じゃあゆいはんさんに、じゃあ私はゆいはんさんが出ると予想するわ。あ、でもここでさ、もしかしたらかぶりもあるかもしれんもんね、同じ人が出る可能性もある。私このジャケシャ一番好き、このペアとこのペアのジャケシャが一番好き。うん、これが一番好き。じゃあ開けるよ、いくよ、せーの、はい。お、はっ、え、待って、これちょっとクイズとかじゃなしでもう見せるね。いくで、ラスト開封。西が当てたのはこれ、じゃん、え、すごない、今びっくりした、え、すごない、ゆいはんさんでした、え、やば。予想的中や、すごいや、なんかゆいはんさん出そうな気しててん、すごー、
すごいね。もとっと。イエーイ、ということでラストはゆえはんさんでございました。すごいね。でも最近さ、なんかちょっとね、最近運がいいんですよ。あれやな、宝くじ買いに行かな宝くじ買いに行かな。おにし、ちょっと時間あったら行ってこう宝くじ買いに行かな。1000円ぐらいやったら当たりそうじゃん今当たりそう、無理かな。最近運がちょっとね、いいなって思う時が多いんですよね。勝手に思ってるだけかもしれない。まあでも勝手に思うって大事よね。自分運いいんだって思うのって大事よね。ということで、お主が引いたのはこちらの皆さんでございました。じゃーん、誰一人被ることなかった。それも運よね。でれん、なんか今思い出したけどさ、え、ちょっと一瞬配信終わる前に、あ、ごめんねちょっと待って、これ絶対後でにした方がいいような気するわあ、絶対これ今じゃない、今じゃないな今じゃないごめん、なんでもないマジごめん、マジなんでもないわ今マジで自分だけの問題、ごめん、自分ごめんね、ごめん、今ほんまに何も関係なくの自分だけの用事で立った、ごめんマジでごめん終わるわすまんな。今自分の中で思い出したことがあって、そういえば忘れんうちに今言っとこうって思って、ごめんね、じゃあ終わるわ。ということで、じゃあランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。いきますよ1位、 M 松横棒の18。3、ありがとうございます。イエイ、読み方合ってるかな。そして2位がハギハギさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位が大輔さん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がコバットマーク大西よしさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がカホアットマークニコニコニコさん、ありがとうございます。イエイ。そして、6位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がマカロニ48さん、ありがとうございます。イエイ。そして、
8位がとち太郎さん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がコーヒレンさん、ありがとうございます、イエイ。そして10位が SL さん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がさっきアットマーク、おにしぐんアットマーク、明日祝を徳永レミタン15歳&月末やでんさん、ありがとうございます、イエイ。レミタンやっと15歳になるの、マジ、まだ誕生日迎えても15歳ってすごいな。そして12位がミカリン、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がナナキさん、ありがとうございました、イエイ、ありがとう。ということで15、誕生日を迎えて15って、今まだ14歳や、どういうこと、生まれてからまだやっと15年経つってこと、2006年生まれとかやったっけ、生まれたてやん、生まれたてやん、こないだ生まれたやん、すごっすごっ、14、15歳になるんでしょ、中学校3年生か、受験やな、せやせや受験、せやせや、みたいな受験なんや、いや未来は明るいよ。ね、まだまだね、何でもできるやんな、14、15ってすごいわ。なんか改めてさ、もう終わらなあかんねんけどさ、改めてさ、人生ってさ一回しかないって思うよね。だって大西がどうあがいてももう14歳15歳には戻れないわけでさ、もう年を重ねていくことしかできひんねん、自分は。すごいよね。もう一生まだ若い。もう一生まだ若いよ。若いつもりでいるけどさ。若いつもりではいんねんけどさ、いやまだだって若いねんもん、むしろ24歳になったばっかりやねんもん、むしろまだ24になったばっかりやねんけどな。なったばっかりやねんけどな、いや心はいつでも17歳や、せや同期みたいなもんや。14歳も24歳も同じや、同期みたいなもんや。せや、ほな終わろか。ほな終わるで。
みんなも同期みたいなもんや。同期同士みんなで頑張っていこうか。勝手にみんなを同期にする。はい、ということで、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。でははい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではおやすみなさい。バイバイ。おやすみなさい。バイバーイ。